ヒートスプレッダー付けの DDR2 スタラム、ノート PC などで使われる SODIMM、DDR2 スタラムは、半導体集積回路で構成される DRAM の規格の一種である。4ビットのプリフェッチ機能を持つ。内部クロックの2倍の外部クロックを用いるため、クロックの等倍で動作する DDR スタラムの2倍、スタラムの4倍のデータ転送速度が、理論上得られる。 パーソナルコンピュータにおいて2005年から2009年頃の主要なメインメモリとして、携帯電話においては2011年から用いられている。デスクトップ用メモリの切り書きの位置の違い SO、DIMM でも切り書き位置は変えられている。DDR ニスタラムには、メモリチップとメモリモジュールの2つの規格が存在し、メモリチップ規格は最大動作周波数。 モジュール規格は搭載メモリチップの転送速度を示している。以下、バス幅64ビットの場合の表。パソコンで使われる DDR には、シングルチャンネルは64ビットを、さすが、携帯電話などで使われる LPDDR には、バス幅32ビットが、シングルチャンネルを指すことに注意。チップ、DDR2 から800モジュール、PC2 から6400以降は、 チップ規格の DDR2 から1066を除き、JADEC で規格制定されていない独自仕様である。通常の DDR2 は 1.8V 駆動。モジュールの動作電源電圧は、用いるメモリーチップのリーク電流が減少したことが可能にした 1.8V であり、これの副次効果として高いスルーレートと消費電力の低減、それによる発熱の減少が得られた。 動作電源電圧の際から DDR スタラムモジュールとの互換性はない。パーソナルコンピュータ用途のものは2004年から出回り始め2006年以降市場で主流のメモリモジュール規格となった。ペンティアム4後期からコアにあたりまで使われていた。コアニの FSB は最高でも 1600MHz だったため DDR2 から800を デュアルチャンネル構成で用いることで十分であった。2009年では容量あたりの販売価格が非常に安いメモリであったが後継の企画として一層の高速動作、消費電力低減を実現した DDR3 スタラムが2007年から市場に出回り始め、2010年には自作パソコン向けマザーボードの新作ラインアップはほぼ完全に DDR3 スタラムに移行した。 ありがとうございます。